現在80歳近い高齢のアメリカ大統領バイデンが老人性痴呆症であるという表現で頻繁にネット民から茶化される。彼はかつて生放送の演説の時、わけのわからないことを言い、プーチンをトランプと間違えた。I caught part of President's, Putin's, press conference. この一連の荒唐無稽な行為は、バイデンが本当に老人性痴呆症を患っているのではないかとネット民が疑惑を持つことを禁じ得なかった。2021年の10月、アメリカ大統領バイデンが CNN のタウンホールの生放送番組に出演した。番組の中で、この大統領は一連の常識外れな挙動を見せた。彼は頻繁に言葉を忘れるだけでなく、常にどもりながら話し、始終自分が話さなければならないことも忘れていた。さらにおかしいのは、彼は番組の中で突然ぼんやりしたり、両手を曲げたり、拳を握りしめたりしており、見た感じとてもこわばっているように見えた。バイデンのこの一連の挙動は、すぐにアメリカ国民の激しい論争を引き起こした。多くのネット民は、老人性痴呆症を患った人は総じてバイデンと同じ挙動をすると言った。ネット民のこれらの憶測も決して不条理なわけではない。バイデンがアメリカ大統領に当選してから彼はたびたびおかしな行為をしている。公の場所で誰もいないのに握手したり、オーストラリア首相のモリソンとの会談時、モリソンの名前を忘れてバイデンはなんとあの人と直接呼んだのだ。実際、バイデンとトランプの大統領争いの早い段階で、バイデンは老人性痴呆症の疑いとあらゆるスキャンダルでトランプのファンから激しく非難されていた。アメリカ国民の世論調査によると、38% のアメリカ国民がバイデンは痴呆症を患っていると思うという結果が出た。バイデンはメディアとの中継時に居眠りをしたため、トランプも彼にスリーピー・ジョーというあだ名をつけた。それだけでなく、トランプはたびたびバイデンに IQ テストを受けることを勧めた。そうすると、バイデンの支持者もこれを良しとせず、トランプが歩くのが遅く、水のグラスを持つ手がふらつくのを見て、バイデンは歩けるし水も飲めるから、私たちはバイデンを支持すべきだとすぐに表明した。1972年、29歳のバイデンは上院議員の選挙戦に立候補することを決めた。テレビや新聞に広告を打つ資金がなかったため、彼は一件一件宣伝のビラを配り、幸運にも彼は見事上院議員に当選した。しかし同時に不幸にも、彼の妻が3人の子供を連れて遊びに行った時、自動車事故で妻と娘の命が奪われ、2人の息子は重傷を負った。この大きな衝撃から彼が再び元気を取り戻すまでには長い時間がかかり、最終的には自分の重傷を負った息子のベッドの前で就任の宣言をした。彼はこの後数十年もずっと高い支持率を獲得して上院議員を連任し、彼の在籍する州で任期最長の上院議員となった。1988年、自信満々のバイデンは初めて正式に大統領選に出馬を宣言し、その結果、ニューヨークタイムズに彼の演説の原稿が、イギリスの労働党党首ニール・キノックの発表した演説の内容と同じだったことが暴露され、この一件で、アメリカメディアはすぐに深掘りをし始め、バイデンがあらゆる演説でケネディ大統領ら、著名人の演説の一節だけでなく、ついでに読書時の内容も盗用していたことが掘り返された。これらのマイナスなニュースにより、バイデンはその時の大統領選を辞退する発表をせざるを得なくなった。その後バイデンは20年の時を経て2008年の大統領選に出馬を宣言した。しかしこの自党内には2人のスター選手、オバマとヒラリーがいた。明らかにバイデンは優勢ではなく、仕方なく選挙の出馬を断念した。オバマは大統領当選後、バイデンに副大統領の職を任せた。バイデンがこの後の演説の中で、まさかアメリカ副大統領はビッチと同じだというとは思いもよらなかった。バイデンは数年副大統領職に打ち込んだ後、また2016年の大統領選挙について思案し始めた。しかし不運はいつもバイデンについて回る。この時彼の長男が脳腫瘍を患って亡くなり、悲しみのあまりバイデンは大統領選に出馬する気がなくなってしまったのだ。一連の不幸を経験した後、バイデンはようやく2020年の大統領選の準備ができた。今回彼とトランプの間の陰ひなたの争いは、世界中の観客の好奇心を満足させた。選挙期間中、二人は狂ったようにお互いをディスり始め、トランプがまだインタビューを受けている時に、バイデンには長所と言えるものは一つもないが、欠点ならたくさんあると言った。
確かにバイデンの不祥事もかなり多く、最も多く非難を受けたのは性的暴行の訴えだ。2019年、バイデンが大統領選出馬の準備をしていた期間、タラリードら数名の女性はかつてバイデンが彼女らに対してセクハラをしたことを指摘した。ロイター通信によると、リードら8名の女性はバイデンに抱きつかれ、キスされ、触られたと公言した。そして多くの公の場では、バイデンの忙しなく動く両手を見ることができた。しかし冗談はさておき、バイデンが当選した主な理由は、彼がアフリカ系アメリカ人の心をしっかりとつかみ、彼らの熱狂的な支持を得たことだ。現在のバイデンは、すでに80歳近い。アメリカ政府は、ずっとバイデンの身体的不健康の噂を極力否定しているが、多くの動画を見れば、バイデンが本当に老いているとわかるかもしれない。